皆さんからメッセージいただいておりますので紹介させていただきたいと思います。長野県の安曇野のおいちゃん、石川さんおはようございます。おはようございます。石川さんも車が好きでよく運転されると思いますが、大型の運転手さんのマナーがとっても爽やかに感じられる今日この頃、道の譲り方とか横断歩道の止まり方とか、さすがにプロは一味違うなって感じます。当たり前といえば当たり前のことですが、しっかりとマナーを守りたいです。車を運転してて思うこと、そして自転車に乗ってて思うこと、自転車専用道路の整備をしてほしいです。石川さんも横断歩道に歩行者がいるときは止まりますよねってことです。結構止まりますね、僕もね。まさにこれは今こうお話をしていた分かち合うってことじゃないですか。公共のものっていうのを分かち合うわけですよね。道路を自分が自分がってなってくと、こういうことはできなくなってきて、みんながそうなるとぶつかり合いが起きてしまう。ライバルという言葉は川の水という言葉からね、川っていう言葉ができてて、で国際河川という意識は日本人にはない。こう小さな社会の中で生きてきた日本人ですから。でも今こうやってグローバリゼーション、僕たちの生活の中には、昨日もね、牛丼一杯には1800リットルの水が使われているなんて話も僕させていただきましたけれども、例えばこの分け合っちゃうってことだと、ダルフールで今こう紛争がずっと続いて起きてますよね。でこれは中国がやはりこう関与しているとかっていうような反対の声もありますけれども、もちろんそれもあると思うんですけれども、そして民族的なものっていうのもあったりね、すると思うんですが、それだけではなくて、もう一つの大きな要因に、実はこれ大きな環境の変動、地球環境が変わってきているっていうことがあるということを僕読んだことがありまして、なぜそういうことが起きるかというと、紛争につながっていくかというと、もともとその土地で、そのダルフールには定住して、まあ、農耕している人と遊牧民とが一緒にこう共存してたらしいんですね。で水が豊かな時は遊牧をしている人がこう通りかかるわけですよね。羊や子牛となんかを連れて、でそうすると定住している農耕をしている人たちが、あ、うちの井戸の水どうぞと、どうぞとも言わずに勝手に飲ましていた。だって水はあるわけですから。ところが変動してきてしまって、地球環境が水が出なくなってきて減ってきてるわけですよね、ダルフールでは。そうすると何が起きるかというと、柵を作っていくようになる。水飲まれちゃ困ると、で水を飲まれちゃ困るという柵を作っていく。柵を破ってでも遊牧民は水を飲ませないと生活ができない。今まではそうしてきたじゃないか。全く概念の中に水を所有するという意識がないわけですよね。何お前勝手にそんな自分のものにしてるんだよ、みんなのものじゃないか、お互いの意見は正しいわけですよね。いや僕のところの水だから、いやいやみんなの水じゃないか。そしてこれが紛争につながっていってるという要因があるらしいんですよ。まあ、だとすると、今これはダルフールだけではなくて、今後、まあ、すでに起こっていて、世界にどんどんこれは今広がってくるような状況っていうのがあると思うんですよね。それに対して先進国である、まあ、これはプロの大型トラックがのね、運転手さんと同じように大型の国、経済的には日本なんてのは超大型ですよね。超大型なものが優先をすることによって、他の国々はそれにちゃんと従っていくことがあるんじゃないかなって僕は思うんですよね。まずこういうところでリーダーシップをしっかりと、特に水に恵まれた日本はやらなければと思うんですけど。